たち子ども恐竜研究グループ D キッズの3人は謎の石板と本物の恐竜を封じ込めたカードを手に入れた。助けて私たちを。カードになった恐竜たちが助けを求めている。アクトダウンってやつらが恐竜を集めて何かを企んでいるらしい。俺たちは世界中に散らばったカードを回収して恐竜たちを守らなければならないんだ。恐竜キングはセガと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。これがリュウタ？かわいい。それがいつからこんなになっちゃったのかしら。こんなって言うな。母さんもそんなもん見せるのよ。あら、照れてるの？そんなんじゃねえよ。庭で遊ぼうぜ。ああ。これっておじさんとおばさん？そうよ。ここはね、思い出の遊園地なの。恐竜遊園地で大儲け！プロポーズ？そう、この遊園地であの人にプロポーズしてもらったの。リュウタたちには内緒ね、女同士の秘密。でも超意外。博士がそんなロマンチックなことするなんて。でも今日が結婚記念日だってこともすっかり忘れてるみたいなの。え？どうだねリアス君、ディノホルダーの改良は？ええ、なんとか今日中には。そうか、それはよかった。お食事ですよ。さあ、ちゃんと召し上がれ。言われてもこれだけざんすか。ついに食料の蓄えが底をつきました。火事の強奪も失敗に終わったからね。これもみんなドクターの稼ぎが悪いからです。面目ないぞ。文句があるなら自分たちで調達なさい。ほら、 あなたたちもこんな大人にならないように勉強なさい。はーい。こうして土にまみれ額に汗して働くのってなんか気持ちいいざんすね。自然に感謝し糧を得る。おいしい野菜ができるといいっすね。そうだね。あとは収穫の時を楽しみに。で、待てるかい。その前に私たちが餓死しちまうよ。いや、その前にわしらティラノたちに食われてしまうかもしれないぞい。ということは、ついにティラノたちの餌も底をついた。もう丸一日何にも食べさせてないぞい。マジで。働かざる者食うべからず。のんき、なんじゃらほい。ドクター、ここは一つ恐竜たちを働かせてみては。え、恐竜たち
チを働かす？じゃと？まったく、結婚記念日を忘れるなんてパパさん信じられないな。でしょ？父さんは恐竜のことしか頭にないからな。でね、思い出の遊園地に二人を連れてっておじさんに思い出してもらおうって思うんだけど。遊園地？思い出って？それは女同士の秘密。はあ？その遊園地がここ。ずっと閉鎖中だったんだけど、なんと恐竜ランドとなってリニューアルオープンしたんだって。え、恐竜ランド？行きたい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 。母さんも一緒に行くのってさ。あ、そうか、お台場に恐竜ランド。この私としたことが全く知らなかった。他に気づかなくちゃいけないことあると思うんだけど。本当に綺麗さっぱり忘れてるんだな、結婚記念日のこと。じゃあリアス君、そういうわけだからリノホルダーよろしくね。あ、ちょっと博士、行ってきます。何よ、私一人だけ置いてけぼり？すっげー、人でいっぱいだ。そこら中恐竜だらけだ。よくできた恐竜ね、本物みたい。どう見ろ、あれはスーパーサウルスじゃないか。あ、あっちのはプテラノド。わあ、クタバサウルスもいる。カルカラドントサウルスが回ってる。よし、私はあれに乗るぞ。待てお父さん、俺が先だ。何よ、リュウタったら一緒に盛り上がっちゃって。ただ遊びたいだけじゃない。おい、早く来いよ。スーパーサウルスに乗りたくないのか。え、だって今日はおじさんに結婚記念日を思い出してもらうために。せっかく来たんだから行ってくれば。え、うん、絶対おじさんに思い出させてあげるからね。レックスはみんなと行かないの？あ、僕はいいです。遠慮しなくていいのよ。いえ、そうじゃなくて、僕ジェットコースター苦手なんです。ああ、じゃあ違うのに乗りましょうか。それにしてもこの遊園地ってこんなに広かったかしら。あ、なんかどこかで見たような。も入場者数が1万人を超えたざんす。さすがノーピス、潰れた遊園地を乗っ取って恐竜ランドに帰るとはよく考えおったぞい。で、で、おいくらくらい儲かっちゃったの？あ、そういえばタルボンヌさんが売り上げ全部持って買い出しに行ったっす。はあ、これでひもじい生活とはおさらばね。今夜はステーキ、フカヒレ、それとも特上のお寿司。やはりそうか。ドクター、予測通り恐竜たちの空腹が続き、血糖値が低下すると制御装置の機能も著しく低下します。ふむふむ。このままの状態が続けばやがて制御装置は機能を停止し、恐竜たちが暴走するでしょう。タルボンヌが戻ってくればたらふく食わせてやるんじゃが、お前たち、それまで恐竜たちをなんとかするぞい。え、私たちが？ああ、ステーキさん、お寿司さん、待っててね。よ、観覧車デート、アキちゃん。あっ、あリュウタ、今日は何日だ。あ、聞こえないよ。今日は何日だって聞いてんだ。ああ、どうかやっと思い出した。結婚記念日か。ほらほら恐竜ちゃん、もう少ししたら餌がどっさり届くからね。それまでこれで我慢してるんだよ。絵に描いた餅ざんすか。ダスプレットサウルスは肉食っす。うるさいね、私だってこんなことしたくないんだ。ん？あ、あ、いやー、まずい、まずいぞ。プレゼント何も用意してなかった。な、なんか売ってないか。あ、おばさん。誰がおばさんだって。
です。本物の恐竜だったんだ。恐竜キング。恐竜じゃんけん、いくよ。せーの、ディノディノじゃんけん、じゃんけんポー。グーだよ。恐竜キング。どこだ母さん。とにかく暴走した恐竜たちを止めなくちゃ。そうだ、ディノホルダーはリアスさんに預けたままだった。何？お、母さん、よかった。一体何の騒ぎ？大丈夫だ、本日の目玉アトラクションのショーさ。できた、これでオッケーっと。え、何これ、ここはお台場、大変。あー、お腹空いた。あたしお勉強嫌い。お？なんか遊園地が騒がしいな。いいな遊園地、あたしも行きたい。タルボンヌさんもいないし、行っちゃおっか。おー、ノーピス、なんとかならんかぞい。このままではわしの大事な恐竜たちが遊園地の外に逃げ出してしまうぞい。恐竜につけてある制御装置が誤作動して、かえって彼らを興奮させているのです。それさえ外せれば疲れ果ててカードに戻るはずなのですが。おじいちゃん、ちょっとこれ借りてくね。うわもう手がつけられないじゃんす。早く食料を与えないと。とにかく私たちにはどうにもできないんだから、収まるまで隠れてるしかないよ。くそ、ディノホルダーさえあれば。それにしてもすごいアトラクションね。怖い、母さん。あら、恐竜は。でも驚いた、ほんとよくできてるわね。本物かと思ってびっくりしちゃった。母さん怖がりだな。父さん、見ろ、こいつを外せばカードに戻せるぞ。うん、わかった、やってみる。さあ、こっちこっち。外はうるさいから、しばらくこれに乗って落ち着いてるといい。あ、嬉しい、一緒に乗りましょう。二人だけ貸し切りね。Thank you.
しそうだから来てみたのに。そりゃないよ、せっかくお勉強サボってきたんだから遊んでもらうわよ。うわ、行くぞ。アクションスマッシュ、燃え上がれティラノサウルス。湧き上がれスピノサウルス。さあ望むところだ。かわいい。これは…ギガラーニー、ボルケードスパーク。母さん、観覧車に乗らないか。まあ。ああ、アジトが俺たちを置いていっちゃったっす。何やってんだい、すぐ追いかけるんだよ。追いかけろって言われても。いやいや、こんなところにロケットがあるざんす。やはり、こいつはついてるね。早速これに乗って追いつくよ。ああ、ウサラパ様、それは。何やってんだい、早く乗りな。置いてくよ。あ、はい。やっほー。ん？なになに？超特大ロケット花。花火？だからそう言おうと思ったんすけど。思ったからいいよ。ここで花火なんて、いいタイミングだよな。そうね。父さん、うまくやってるかな。うまくやってるさ。その、なんだ、すまなかったな、結婚記念日忘れてて。こうして二人で観覧車に乗ってると、あの時のこと思い出すわね。あ、大事なお話って。ええ、それはですね、白亜紀に生息していたマイアサウラはですね、巣を作って子供を育てていたんです。マイアサウラという意味は良い母親という意味で。いや、そんな話じゃなくて。ハーモニカ吹きます。アキちゃん、僕と結婚してください。はい、喜んで。は
いプレゼント。すまん母さん、俺プレゼント用意してないんだ。聞かせて。え？もう一度あの曲を。それが私へのプレゼント。のやつらもいっぱい持ってたな。負けずに集めっぞ。おしんしん、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 おしんしん。ハクワキングにジュラキング、恐竜体操やってみよう。ケラトプスはケラケラケラ、両手をバンザイ、雷だコロコロ。パラサウロロプスはパラパラパラ、ダンスしながら草になれ。サーバーカルノタウルス、カルカルカル、軽く飛んじゃえ風になれ。ヒュー、地球は僕らのグランドさ、大大大大大胆に恐竜たちと運動会、大大大大大好きさ、みんなヒーロー見てみてみ。おしんしん、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 おしんしん。恐竜図鑑コーナー。今回は今まで番組に登場した恐竜の中から大きな恐竜ベスト3を発表するよ。第3位は体長およそ15メートルのスピノサウルス。肉食恐竜の中では一番ね。第2位はおよそ33メートルのスーパーサウルス。そして第1位は体長およそ35メートルのセイスモサウルス。みんな揃うとすごい迫力ね。六本木ヒルズで七色に光る生きた化石が出現。ゾルジジェ、暴れる恐竜に向かっていくなんて無茶だぞ。次回、古代王者恐竜キング第2のシークレット恐竜、恐竜調べて待っててね。恐竜キングはセガと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。